に童貞見つけて一掃するために、はい、はい、ってことだお前、ほら前みたいにこうこの中童貞いますけど大丈夫です。あれこの中にそれだけいますけど、激アツじゃんでお前。そう言われたら全員そう見えてくるからな。彼いいっすか。あああなたは童貞ですか。違います。違うか、違うか、彼やろ。そうです。こらー、分かるよお前、もうこんな寒いのにさ、中こんな怖い。どうもー、すいません。あ、こんにちは。ほら、森美がしてるパーカー。あ、ほんまや。あ、お兄さんいいっすか。はい、はい。お兄さんは、はい、童貞ですか。正直に調子すぎて笑ってもうて、うわー、嘘ついてもバレますよ。ナレータースクール的な養成所的なところに通ってたんですけど、そこは仲良しグループみたいなのが混ぜてくれる、やらせてくれる子。彼女じゃないの。ってことはそれ何年前ですか。7年前。だからもうセカンド童貞です。2人でお兄さんにハピネス東京という、おごりますけども行きますか。来たいです。それでこそ俺たちのファンだよ。これ本当一生の思い出に等しいっすマジで。恥ずかしめられたい。ちょっと思わぬハートフルな回になったな。なってんのか。なんかいい回やな。